ロゴ EK は、三菱自動車工業が製造、販売している K トールワゴンのシリーズ商標である。水島製作所で製造されている、エクセレント K カーの頭文字であると同時に、EK の語呂合わせ。その名の通り、EK を作ろうというプロジェクトに由来する。本校では、EK ワゴンを中心としたシリーズについて、 主に記述し、シリーズのバリエーションと変遷については便宜上、派生車種や日産自動車から発売されている関連車種についても述べる。初代モデルは単純かつ素朴なデザインが評価され、デビュー年時の2001年度グッドデザイン賞では、軽自動車で唯一受賞を果たした。生産台数は50万511台 EK シリーズで初めに販売された車種。 基本機構ミニカおよびトップ BJ から流用し、当初はコラム式3速 AT のみの設定で 4WD は選べるものの、当初はターボは用意されていなかった。ルームライトやミラーについてダイハツムーブの部品を流用すると、実用的な形状を用車全体的に見ても極めて異例なほどのありきった仕様により安価を実現。インパネは、 最初から二輪オーディオスペースが採用されていた。ベーシックで、性別や年齢を問わないデザインや、同時期に発売された SUV のエアトレック同様、機械式駐車場に入る 1550mm に、抑えた全高が特徴。また、三菱の販売チャンネル統合前は、カープラザ店で取り扱っていた、唯一の軽自動車でもあった。センターメーターが採用されており、 MT 車も設定されていた。2002年9月追加販売開始。EK シリーズのスポーツモデル。スポーティーな外観に仕立てている。アナログスピードメーターのみのワゴンと違って、デジタルスピードメーターとアナログタコメーターを装備する。自然吸気エンジンの他 EK シリーズで初となる、ターボエンジン、レカロシートがラインナップされた。 トランスミッションはすべてコラム式 AT を採用しており、MT は開発段階から未採用となっている。14インチアルミホイールは円形製で、中心部は三菱マークの入ったプラキャップでナットが覆われていた。2003年5月追加販売開始。2005年11月生産終了。同年12月販売終了。 EK シリーズの上質系クラシックモデル。外装をクラシック調にしたほか、各種装備を上質化し、EK ワゴンと差別化をしている。車音性の向上、サスペンションチューニングで快適性の向上も盛り込まれた。エンジンは自然吸気エンジンのみ。2004年5月追加、販売開始。EK シリーズのクロスオーバー SUV モデル。 当時の軽自動車市場では珍しかった正式なクロスオーバー SUV として発売された。メーター周りは EK スポーツと同じ。最低地上高のアップやいわゆるブーレー顔の流れを組む大型のバンパー、体型タイヤ、ビルトインタイプのルーフレールなどが特徴。エンジンは自然吸気エンジンとターボエンジンを設定。最低地上高アップにより、 機械式駐車場に入らない可能性がある。EK ワゴン、EK スポーツのフルモデルチェンジと同時に販売終了。その後、EK ワゴンの4代目のフルモデルチェンジと同時に、設定された EK クロスが、実質的な後継者となる。EK ワゴンのスポーツモデル。デザインが異なるボリカーボネート製フロントグリル、ディスチャージヘッドランプ、フロント、サイド、リアやダム、 ルーフスポイラー、アルミホイール、ハイブリッドメーターを標準装備とする。また、先代と同様に、レカロシートをメーカーオプションで用意する。なお、14インチタイヤを標準装備とするグレードは、全高が1 5 7 0ト、mm、ルとなるため機械式、駐車場に入庫できない場合もある。当初 EK ワゴンで採用された、電動スライドドアモデルは、用意されていなかったが、 後に追加された EK ワゴンのフルモデルチェンジにより販売終了後継者は EK カスタム2代目まで販売されていた EK スポーツの後継者として設定されたスポーティモデル EK シリーズ全体では3代目のスポーツモデルとなるが EK カスタムとしては当代が初代となるフロントデザインは大型のクロームメッキグリルとディスチャージランプを組み込んだ ヘッドランプで正悍な印象としたほか、バンパーを大型化し、サイドアダムやリアスポイラーを装備したことで力強さと安定感のあるデザインとしている。内装色はブラックをベースとし、シート生地には縦柄のスウェード調ファブリックを採用している。2015年10月改良型は、クロスオーバー SUV であるアウトランダーの2代目、2015年6月。 改良型モデルで採用したフロントデザインコンセプトダイナミックシールドを導入しバンパーセンターをグロスブラックに変えバンパー下部には LED イルミネーションを配してクロームメッキで縁取り T セーフティーパッケージは15インチアルミホイールにダークグレー塗層と切削後期処理を施したボディカラーは EK ワゴンとの共通カラー4色と EK カスタム専用色2色の6色を設定する。EK ワゴンのフルモデルチェンジに伴い販売終了。前身の EK スポーツから続いた EK ワゴン派生のスポーティーモデルはこの台で途絶えた。三菱と日産の合弁会社 NMKV が開発、三菱が製造、三菱と日産が販売。車両形式は 三菱のもので共通。デイズ2014年7月改良型 EK ワゴン2017年1月改良型リアニ産自動車が販売するデイズとは、グレード体系、外観、装備内容などが大きく異なる。グレード体系においては EK カスタムにおいて、デイズのスポーティーモデルである、デイズハイウェイスターのハイウェイスター J に相当する AS&G 非装備の レンカグレードが設定されなかった。外装はフロントデザインが異なり、EK ワゴンは2本のクロムメッキラインを配した光沢ブラックのフロントグリルを採用。EK カスタムは太い2本のクロムメッキで配したフロントグリルを採用。フォグランプ周りを含めたフロントバンパーも異なり、EK ワゴンにおいてはヘッドライトも専用品となる。また、フルホイールキャップや アルミホイールのデザインも異なる。A ピラーより、後部は、リアコンビネーションレンズも含め、デーズと共通である。装備内容に関しては、以下の違いがある。ボディカラーは、e、EK ワゴンと、デーズで白系の設定色が異なり、EK ワゴンは、全グレードで、ホワイトソリッドと、ホワイトパールが設定されているのみの設定であるため、 販売開始当初はデイズよりも一色多い発色展開だった。また、カラーバリエーションは販売開始当初、ホワイトソリッド、ホワイトパール、クールシルバーメタリックを除いて、カラー名称が置き換わるものの、バリエーションはデイズと共通となっていた。2014年の一部改良でデイズと異なるカラーバリエーションとなり、EK ではデイズ共通カラーのアゼリアピンクメタリックと、 ピンクゴールドメタリックは設定されず、代わりに、レッドメタリックが設定された。さらに、オプションカラーの茶系色は、EK ワゴンは3代目へのフルモデルチェンジ当初からある、チェリーブラウンパール、EK カスタムは2014年6月の一部、改良時に追加した、ショコラブラウンパールと異なる色設定となっていると、入れ替えで、デイズ、デイズハイウェイスターの共通カラーとして、 モカブラウンパールが設定されている。これにより EK ワゴンとデイズは同じ9色展開となり EK カスタムはデイズハイウェイスターよりも1色少ない6色展開となった。2015年10月のマイナーチェンジにより EK ワゴンにてボディカラーの一部入れ替えが行われたがデイズがカラーラインナップを拡大がハイウェイスター専用色として設定されているほか EK ワゴン専用色として設定されているポピーレッドメタリックはデーズではスカーレットメタリックの名称でハイウェイスター専用色として設定されている違いがあるしたことで EK ワゴンはデーズよりも2色 EK カスタムはデーズハイウェイスターよりも4色少ない展開となった2017年1月の一部改良で EK ワゴン EK カスタムデーズ双方で ボディカラーの入れ替えが行われ、EK では未設定だった、オーシャンブルーパールが三菱での名称である、ライトニングブルーマイカに名称を戻し、EK カスタムセニオー色として追加された。なお、デイズ、デイズハイウェイスターに追加された、プレミアムサンシャインオレンジ4コートメタリックは、EK ワゴン、EK カスタムでは未設定となる。 2018年5月の一部改良でも EK ワゴン、EK カスタムデイズ双方でボディカラーの一部入れ替えが行われたが、オークブラウンメタリックは EK ワゴン専用色でデイズでは未設定、デイズの X およびハイウェイスター専用色として追加されたプレミアムオリーブメタリックは EK ワゴン、EK カスタムでは未設定となる。ありがとうございます。